上自衛隊の新型 FFM DDG DDH の特徴と任務の違いを徹底解説。海上自衛隊には数多くの艦船が存在する。それらの艦船は2文字もしくは3文字のアルファベットを組み合わせた艦首記号によって分類され、各分類ごとに任務が違ってくる。海上自衛隊で新たに設定された新型 FFM をはじめ DDG、DDH といった艦首記号により、それぞれ任務やミッションはどのように変わってくるのだろうか。もちろん他の艦首記号も海上自衛隊には存在するが、これから主力となる3種類の護衛艦が FFM、DDG、DDH である。今回は海上自衛隊で新しく就役した新型 FFM の特徴をはじめ、 DDG と呼ばれるイージス艦やヘリ空母に分類される DDH の役割や任務について解説していこう。新型 FFM の特徴と任務。新型 FFM は多目的護衛艦という任務が付与されている。 FFM は防衛白書において新たな護衛艦と説明されており、従来の護衛艦の任務とは異なる、あるいは横断的な任務をこなすための護衛艦という位置づけになっている。まず FFM は従来の汎用護衛艦である DD 型と同じ対潜・防空能力を有するほかに、揚陸部隊、補給部隊、小船団等の護衛を任務とするフリゲート FF に加えて、機雷除去艦に付与される M を加えたものだ。この M とはマイン、すなわち機雷を意味する。掃海艇の任務であった機雷除去も可能な艦艇のため、 FFM という艦種となっている。現在1番艦の最上をはじめ、熊野、能代、三熊の4番艦までが浸水している。 FFM の具体的な任務であるが、艦隊の護衛といった前線の任務と機雷除去、輸送などの後方支援の両方を行える野心的な任務が与えられている。これは FFM が様々な装備によって拡張することができる特徴によるものである。ユニット化された装備を必要に応じて次々に装着、除去することによって、必要な任務に応じて武装強化を行ったり、あるいは輸送力を高めたりといったことが可能になるのだ。つまりカメレオンのように、その時期の防衛事情によって装備を変化させていくことが可能となる。ミサイルを発射する垂直発射装置 VLS については、装備できるスペースは確保しているものの、現在は4隻とも未装備となっている。ミサイルなしでどう戦うのかという疑問は残るものの、いずれは装備されるだろう。多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立といった目的で開発された経緯もあるため、多様な任務に柔軟な対応をしていくことになると思われる。そのため通常の護衛艦の乗員に加え、掃海艇の乗員、また航空整備要員も乗艦するという今までにないタイプの護衛艦である。このように FFM とは様々な任務を達成するための護衛艦となる。これからの世界の風潮として、固定した任務にとらわれることなく戦っていくことが求められ、それに対応した海上自衛隊の護衛艦が FFM と言っても過言ではない。 DDG 型護衛艦の特徴と任務。 DDG とはミサイル護衛艦という意味である。もともとはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦に付与された艦首記号で、ミサイルによる艦隊の防空任務を主としている。海上自衛隊では現在は練習艦となった旗風型やイージス艦のことを DDG という。汎用護衛艦 DD の艦首記号に誘導弾ガイデルミサイルの G を追加したことで誕生した艦首記号である。かつてはミサイルを搭載している護衛艦に付与されていたが、ミサイルの搭載が一般的になった1980年代以降は、より防空能力のあるイージス護衛艦に対して付与されるようになった。旗風型が練習艦となった2022年現在は、イージス艦のみを指す艦首記号となっている。任務は護衛艦隊の防空、つまり空対艦ミサイルや各種対艦兵器による攻撃から部隊全体を守る任務や、イージスシステムによる効率的な防空情報の提供といった任務を行う。ただ昨今の隣国によるミサイル発射や周辺国のミサイル攻撃を想定し、現在では艦隊防空を担うだけでなく、弾道ミサイルによる領土攻撃に対する迎撃任務も担うことになった。これによって DDG の重要性は年々増しており、
BMD といわれる弾道ミサイル防衛能力が付与された DDG となっている。対艦攻撃から対空防御、さらには国土の防衛と任務範囲が拡大している艦船といえるだろう。ちなみに新しい型式の DDG が登場するたびに船体のサイズを大型化しており、当初国産化された旗風型は4000トン程度のサイズであったものが、現行のマヤ型は8200トンと倍以上のサイズになっている。こういった傾向も DDG に任された任務の大きさを意味するものといえるだろう。イージス艦は現在の海上自衛隊の艦艇では最強とされ、 DDG なくして敵ミサイルから部隊を防護することはできないくらい重要な任務を担っている。防衛の最重要任務を担っている艦船が DDG である。 DDH 型護衛艦の特徴と任務。 DDH の任務はヘリコプターの運用がメインである。当初は一般的な汎用護衛艦 DD に H ヘリコプター搭載能力を付与したものだった。全甲板に汎用護衛艦のような大砲やミサイルといった装備を持ち、高甲板にヘリコプター運用能力を持たせたもので、基本は汎用護衛艦といった体裁をとっていた艦船だ。しかしそこで得たデータをもとに、徐々に大型対戦ヘリコプター3機を搭載する能力を備え、艦隊の対戦防衛を担う存在へと発展していったのだ。この路線の発展は止まることがなく、徐々に運用できる機数が増え、整備能力も付与されていき、艦船のレイアウトも変化した。そして平成13年から17年度の中期防衛計画では、 DDH という汎用護衛艦発展型であるにもかかわらず、他国のヘリコプター空母に匹敵するフラットな全通飛行甲板を導入したのだ。このタイプとして誕生したのが日向型であり、全通飛行甲板を導入しつつ大砲は装備されていないものの、ミサイルや単魚雷など DD に劣らない補完戦闘能力も付与された。この時点ですでに攻撃能力を有するヘリ空母といっても過言ではなく、対戦防衛の任務やヘリコプターを本格運用した多目的任務にも本格的に対応できるようになった。現在ではさらに大型化された出雲と加賀が海上自衛隊最大の護衛艦として、兵装を簡素化しつつ航空運用機能や多用途性を強化し、より本格的な航空機の運用任務を担っている。対戦ヘリコプターを最大14機搭載することができ、その大型な船体を活用して災害派遣でも活躍している。さらに出雲はステルス戦闘機 F-35B の運用ができるように大改修が行われ、すでに発着艦試験を完了している。これによって DDH は汎用護衛艦の任務を超え、戦闘機による打撃任務も付与されることとなる。海上自衛隊の戦力の中でも発展が注目される艦船といえるだろう。ただし周辺国への影響が大きいため、安易にこういった任務を与えることは政治問題の観点からも慎重になると思われる。海上自衛隊の今。今回は海上自衛隊の艦船のうちホットな話題となっている新型 FFM、 イージス能力を有している DDG、そして海上自衛隊の本格的な航空戦力の獲得が目されている DDH について解説してきた。しかしこれらの艦船だけでは海上自衛隊の戦力を維持できるわけではない。他の艦船によるきめ細やかな連携や活躍によって、初めてこれらの艦船の活躍が光るのだ。もちろん今回紹介した艦船はいずれも海上自衛隊の顔ともいえる大型艦船ばかりであり、目にする機会があればその大きさや迫力に驚かされることだろう。さらにこういった艦船が活躍することによって、日本の領土防衛はより確実なものになる。いずれの艦船も隊員たちのたゆまぬ訓練と運用技術の研鑽によって、さらなる進化が期待される。